マリアナ諸島に存在する台風9号、日本の南の台風10号と解析された熱帯低気圧と東の台風11号2016年の台風のデータ。データは基本的に気象庁の情報に基づくが気象庁が熱帯低気圧としていないものについては合同台風警報センターのみによる。2015年12月23日に熱帯低気圧が消滅して 以来、2016年5月26日までおよそ5ヶ月間にわたって熱帯低気圧が発生しなかった。2016年はエルニーニョ現象が収束に向かっていたため、北西太平洋では例年より非常に強い太平洋高気圧に追われ、熱帯低気圧が発生しにくい状況が続いていた。そのため、この年は台風1号の発生が7月3日と記録的に、 遅く、最初の台風発生が7月にまでずれ込んだのは1998年以来18年ぶりであり、1951年の統計開始以降では2番目に遅い台風1号の発生となった。しかしその後、それまでの状況に反して、7月下旬以降、台風や熱帯低気圧の発生ペースが上がり、7月24日から30日に、 かけての一週間で台風が三個発生するなどした。8月と9月には平年を上回る月間七個の台風が発生し、10月に四個、11月に三個、12月に一個の台風が発生したため、最終的に年間の発生数は26個と平年並みになった。すなわち、最初の台風発生が非常に遅かった割には、それ以降は台風が一貫して、 ハイペースで発生したことにより、7月から12月までの半年に満たない期間に、1年あたりの平年並みの数の台風が発生したことになる。日本への影響においては、接近数が平年並みの11個、上陸数は統計史上に位体の多さとなる6個であった。8月中旬には、太平洋北西部に3個の台風が同時に存在していたことがあった。8月には、 太平洋高気圧が日本の東にあったため日本付近を北上する台風が相次ぎ7号、11号、9号の順で北海道に上陸し、1年に3個の台風が北海道に上陸するのは初めてとなった。また、台風10号は観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸し、北日本に大きな豪雨被害をもたらした。 最終的に1年間の日本への上陸数は6個となり観測史上二位となった。また台風の最大風速に満たないの熱帯低気圧も多発した。台風2号や10号、11号など日本近海や北緯30度前後で発生した台風や台風3号や8号、15号のように中国大陸のすぐそばで発生するなど台風の発生位置は 比較的高度である場合が多かった。記録的な発生の遅さとなった台風1号は台風1号にして史上初めて猛烈な勢力となり台風1号としては過去最強となった。台風1号の最低気圧は900ヘクトパスカルであったがこの他にも最低気圧が900ヘクトパスカル以下となった台風が2個発生しており 9月の台風14号は890ヘクトパスカル、10月の台風22号は900ヘクトパスカルにまでそれぞれ発達し、最低気圧が900ヘクトパスカル以下の台風が1年で、複数個発生したのは1991年以来25年ぶりであり、さらに3個以上の発生は1983年以来33年ぶりであった。また、 台風において800ヘクトパスカル台の中心気圧が記録されたのは2013年の台風30号以来3年ぶりであった。なお、台風10号において事後解析で発生日が速報値より大幅に後倒しに修正されたため、その結果台風11号の方が発生が先だったという台風番号と発生日時の逆転現象が2009年の台風7号と 台風8号の軽水以来7年ぶりに発生した。20万1601.02ワットぶっちょい。太平洋上で発生した低圧部 99W が次第に勢力を強め、合同台風警報センターは7月1日に、ヤップ島の東南海上で形成が始まった熱帯上乱について注視し始めた。気象庁は2日くじに熱帯低気圧になったとして継続的な観測を、 開始。JTWC はこの熱帯低気圧が24時間以内に急速に成長する可能性があるとして、同日15時30分に都市 F を発した。熱帯低気圧は3日9時に、カロリン諸島の北緯8.9度、東計144.9度で台風となり、アジア名、ニパルタックと命名された。台風になってからは北西に進み、 4日夕方にはマリアナ諸島を通過。4日から5日にかけての24時間で中心気圧が39ヘクトパスカル低下するなど勢力を強め、5日朝には強い台風になった。また、同日の現地時間11時、フィリピン大気地球物理天文局は台風がフィリピンの監視領域に達したため、フィリピン名ぶっちょいと命名している。 フィリピンの東の海上を進んだ1号はその後も勢力を強めて、同日21時には非常に強い台風となり、6日9時には猛烈な台風へと発達。台風1号としては、統計史上初めて猛烈な台風となった。現地時間8日5時50分、1号は台湾の台東圏、大野まり号に上陸し、死者3名の他多数の負傷者を出した。 9日に福建省から上陸した1号は、同日15時に、河南の北緯24.8度、東経118.5度で、熱帯低気圧になったが、死者69人、家屋の損壊8300棟に加えて、70億元の直接被害を出した。20万1602.04ワット7月21日頃、南鳥島近海で形成が始まった、低圧部が、 22日21時に熱帯低気圧に成長した。23日9時、気象庁は台風に発達する可能性があるとして熱帯低気圧情報を発表開始した。合同台風警報センターはサブトラーピケルデプレッションと解析し、風速が熱帯低気圧の基準に達しても番号を割り当てなかったが、23日21時に 熱帯低気圧番号 04W を割り当てた。そして24日3時、気象庁は、この低気圧が北緯28.9度、統計157.1度で台風の勢力に発達したと解析し、台風はアジアメールピートと命名された。台風は高緯度の海域で発生したため、勢力を強めることなく、25日3時に、 日本のはるか東の北十37.2度、統計159.5度で温帯低気圧になった。20万1603.05ワット7月24日頃にフィリピン西部で発生した低圧部が南シナ海へと精神。気象庁は25日9時に熱帯低気圧へと成長したとして観測を開始。合同台風警報センターは十五日十八時に 熱帯低気圧形成警報を発した。そして、熱帯低気圧は26日15時に、北緯18度30分、統計112度10分で台風となり、アジア名、ミリネと命名された。3号は27日未明に、中国の海南島に上陸して島を縦断。トンキン湾に出た後、同日夜に、ベトナムのニンビン省付近に再上陸し、28日15時に、 ベトナムの北緯21.2度、統計105.0度で熱帯低気圧に変わった。201604.06W カリナ7月26日に、ミンダナオ島の東で形成が始まった 96W について、7月28日21時に、気象庁はこの低圧部が発達したとみて熱帯低気圧に昇格。 合同台風警報センターは29日10時30分に熱帯低気圧形成警報を発令し、フィリピン大気地球物理天文局は現地時間29日11時にフィリピン名、カリナと命名。JTWC は30日0時に熱帯低気圧番号 06W を割り当てた。30日15時、06W は フィリピンの東の北十15.5度、統計125.8度で台風となり、アジア名2位だと命名された。4号は、フィリピン北部を直撃した後、中国大陸に接近し、香港国際空港では8月1日から2日に、かけて数百便の欠航が発生。香港天問題は警戒レベル、シグナル8を発した。そして、現地時間の2日午前4時頃に、 関東省の大砲半島付近に上陸した後、2日21時に、カナンで熱帯低気圧になった。台風の直撃を受けたフィリピン北部では30日、東ミンドロ州プエルトガレラのサバンサン橋の沖合で、小型船が転覆して、乗員乗客11人が救助され、同日夜には、西ビサヤ地方のいろいろなどで、土砂崩れが発生して108人が被害を受けた。 また31日には、イロコス地方のバタック市街地で、竜巻が発生して、建物に被害が出たほか、ヌエバビスカヤ州、バヨンボンで豪雨に伴う落石による、怪我人が発生している。20万 1605.07W8 月1日頃に、マリアナ諸島近海で発生した、低圧部が、3日15時に、熱帯低気圧に発達。四日十五時には台風に成長し、 アジア名、オーマイスと命名された。5日21時には大型の台風となったが、6日夜まで小笠原諸島近海にほぼ停滞。その後、ゆっくりとした速度で北上して、日本の東の海上を進んだが、台風により南海上の暖かい空気が流れ込んだため、8日には全国各地で猛暑となった。北上を続けた午後は、10日3時に、 千島列島近海の北44度、東経151度で温帯低気圧となった。20万 1606.08w8 月4日に、ウェイク島の西の海上で発生した熱帯上乱について7日21時に気象庁は熱帯低気圧へと成長したとして観測を開始。合同台風警報センターは8日18時に、 熱帯低気圧番号 08W を割り当てた。08W は9日3時に、米育島近海の北緯17度05分、統計160度20分で台風となり、アジアメコンソンと命名された。その後6号は、南鳥島近海を北上、北海道東部へと接近した後、15日8時頃に、根室半島付近を通過し、9時に北海道の東の北緯44度、 東京146度で温帯低気圧になった。20万 1607.09w8 月10日にフィリピンの東で形成が始まった低気圧 93w について8月11日15時、気象庁は熱帯低気圧として観測を開始した。同日21時、台風に発達する可能性があるとして熱帯低気圧情報の発表を開始し、 合同台風警報センターは12日6時30分に都市 F を発令。13日15時に熱帯低気圧番号 09W を割り当てた。09W は14日3時にマリアナ諸島で台風となりアジア名チャンスと命名された。台風はやや発達しながら15日から16日にかけて小笠原諸島及び伊豆諸島の東海上を北上し、 17日2時前後に千葉県銚子市沖を通過して関東地方に最接近した後本州の東岸を北上。同日9時に中心気圧980ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルとなって最盛期を迎え暴風域を形成した。これは台風の構造が温帯低気圧に変わる過程で寒気を取り込み、 温帯低気圧として発達したためだと考えられる。台風は17日正午には三陸沖を通過し、さらに北上して17時30分頃に北海道の襟も岬付近に上陸。その後18日3時にオホーツク海で温帯低気圧に変わった。この台風は2016年に最初に日本に上陸した台風であったと同時に9年ぶりに 北海道に上陸した台風、そして1993年の台風11号以来23年ぶりに北海道に直接上陸した台風となった。20万 1608.11W8 月15日15時、南シナ海で発生し、低気圧番号 95W を与えられた低気圧について、合同台風警報センターは18日2時30分に都市 F を発した。 熱帯低気圧は18日3時に、南シナ海の北緯21.1度、統計112.2度で台風になり、アジアメディアンムーと命名された。台風は、雷周半島を横断した後トンキン湾へ抜け、上陸したベトナムの北緯20.8度、統計104.8度で19日21時に、熱帯低気圧に変わり、20日9時に消滅した。なお、 速報値では最低気圧985ヘクトパスカルであったが事後解析で980ヘクトパスカルに修正された。20万 1609.10W8 月16日頃に形成が始まった低圧部から17日21時に後日の JMATD21 と同時に発生。18日6時に JTWC は 熱帯低気圧番号 10W を付与した。10W は19日15時に、マリアナ諸島の北緯17度50分、統計141度50分で台風となり、アジア名、ミンドゥルと命名された。台風は発達しながら、小笠原諸島から伊豆諸島に沿う形で北上し、暴風域を伴って22日12時30分頃に、千葉県立山市付近に上陸。 東北地方に大雨を降らせながら縦断した後、23日6時頃に、北海道の日高地方から再上陸して、同日12時に、オホーツク海の北緯46度、東経145度で、温帯低気圧になった。20万 1610.12W リンド8月15日頃に、ウェイク島の北西海上で発生した低圧部が、 16日21時に熱帯低気圧に発達した低気圧番号 96W を与えられている。合同台風警報センターは18日8時0分に都市 F を発し熱帯低気圧番号 12W を割り当てた。また気象庁は19日に発達する熱帯低気圧に関する情報を出して警戒を促した。 12W は当初は19日21時に、八丈島の東の北緯33度5部、統計141度25分で台風となったと発表されていたが、事後解析の結果21日21時に、四国沖の北緯29度10分、統計133度20分で台風となったと修正された。アジア名ライオンロックと命名された。この事故解析により、発生日時が、 台風11号と逆転することとなり、11号の方が先に発生していた。また、発生地点も速報値から約 900km も変わったことになるという異例の事後解析結果となった。台風は24日昼頃にフィリピンの監視領域に侵入し、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、リンドと命名された。北緯30度以上の海域で発生した。 台風としては最も長寿の台風であると速報値の段階では報道されていたが、事後解析で台風期間が丸2日間短くなったため従来の記録を破ることはできなくなった上、そもそも北緯30度以上の海域で発生した台風ではなかったことになる。台風は8月30日18時前に岩手県大船渡市付近に上陸。1951年に 気象庁が統計を取り始めて、以来初めて、東北地方の太平洋側に上陸した台風となった。翌31日0時に温帯低気圧に変わった。20万 1611.13w8 月16日頃に形成が始まった低圧部から17日21時に先日の TD10w と同時に発生。低気圧番号 98w を与えられている。 気象庁では18日9時に消滅した後、同日21時に再び熱帯低気圧に昇格したとしている。合同台風警報センターは19日8時に熱帯低気圧形成警報を発し、熱帯低気圧番号 13W を割り当てた。また、気象庁は19日夜から20日早朝にかけて発達する熱帯低気圧に関する情報を発して警戒を促した。 13W は20日9時、日本の東の北緯32度40分、統計147度20分で台風となり、アジア名コンパスと命名された。11号は東北地方に接近した後、本州東岸を北上して、21日23時過ぎに北海道釧路市付近に上陸。オホーツク海に抜けた後、22日3時に北緯45度、統計145度で、 温帯低気圧となった。七号に続き、本州等に上陸せず、北海道に直接上陸した台風となり、このような台風が一年で複数発生したのは観測史上初となった。二十万千六百十二点一号 w 円天、台湾の南の海上で発生した低気圧九十四ワットに対して、気象庁は八月三十日九時に熱帯低気圧として観測を 開始、31日午後から断続的に発達する熱帯低気圧に関する情報を発表して警戒を促した。94W は9月1日9時に沖縄の南の北緯23度50分、東経127度50分で台風となり、アジア名、ナムセウンと命名された。同日、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名延天を命名している。 12号は2日くじには強い台風となって南大東島に接近。震度を北寄りに変えて九州の西の海上を進み、5日1時過ぎに長崎県長崎市付近に上陸した後、5日くじに津島近海の北伊34度00分、東経130度00分で熱帯低気圧に変わった。台風は発生当初から強風域の半径がかなり小さく、 最盛期でも7 0トル前後であった。そのため、台風が近づくと急に雨風が強まるという特徴があった。強い勢力にまで発達したが、勢力が維持できず、九州の南に達したあたりで足早に衰弱した。この台風で一人が軽傷を負った。20万1613南西諸島の南の海上で発生した低気圧96ワットに対して、 気象庁は9月5日21時に熱帯低気圧として観測を開始5日夜から発達する熱帯低気圧に関する情報を発して警戒を促した速報値の時点では熱帯低気圧は9月6日9時に宮古島近海の北緯25度30分統計124度50分で台風となり9日3時に東海道沖の北緯33度 統計137度で温帯低気圧になったとされていた。アジア名マーローと命名された。気象庁の事後解析によれば、熱帯低気圧は9月6日15時に、東、シナ海の北緯27.6度、統計126.8度で台風となり、台風は7日くじには、北緯29.2度、東京130.32度で熱帯低気圧に変わり、 その日の21時には不明瞭になったとされている。20万 1614.16W フェルディー、グアム島の南方海上で発生した低気圧 98W が急速に発達したため、合同台風警報センターは9月7日14時30分に熱帯低気圧形成警報を発して警戒を開始。気象庁は8日3時に熱帯低気圧へと成長したと判断。 JTWC は熱帯低気圧番号 16W を割り当てて警戒情報を発した。16W は10日15時にフィリピンの東の北緯14度50分、統計139度10分で台風になり、アジア名、ムーランティと命名された。11日にはフィリピンの監視領域に入ったとして、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、 フェルディと命名されている。台風は急速に発達し、12日21時には猛烈な台風へと成長した。14号はバシー海峡を通過して台湾南部に接近した後に中国の福建省アモイシ近郊から上陸。各地に大きな被害をもたらし、15日21時にカナンで熱帯低気圧に変わった。 速報値の段階からピーク時は中心気圧890ヘクトパスカルと発表されていたが事後解析の値でもピーク時の中心気圧は890ヘクトパスカルと解析されており2013年の台風3 5号以来となる中心気圧900ヘクトパスカル未満到達は正式記録となった201615.19ワット9月11日に 南シナ海で発生した低気圧 91W が急速に発達。合同台風警報センターは12日に熱帯低気圧番号 19W を割り当てた。19W は13日3時、南シナ海の北緯15度20分、統計109度05分で台風になり、アジア名ライト命名された。15号はほとんど発達せず、ベトナム中部に上陸した後、 13日15時に、ラオスの北緯16度00分、統計106度00分で、熱帯低気圧になった。20万 1616.18W ジェナー9月9日に、太平洋上で発生した低気圧 90W が次第に発達。合同台風警報センターは12日に、熱帯低気圧番号 18W を割り当てた。18W は13日3時。 フィリピンの東の北緯13度35分、統計139度30分で台風になり、アジア名マラカスと命名された。フィリピン大気地球物理天文局は13日夜に、フィリピン名ジェナーと命名している。16号は、フィリピン海を北西に進んだ後、震度を北寄りに変えて、台湾の東の海上を進み、東、シナ海を東寄りに進んで、 非常に強い勢力のまま九州に接近、そのまま20日0時過ぎに、中心気圧945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速45メートルの、非常に強い勢力で、鹿児島県の大隅半島から上陸した後、強い台風へと若干勢力を弱めて、四国南岸を闘進し、21日13時30分頃に、紀伊半島の和歌山県田辺市付近から再上陸した。 同日21時、東海道沖の北緯34度、東経138度で温帯低気圧に変わった。気象庁の事後解析によれば、20日0時過ぎに、鹿児島県の大隅半島から上陸する直前の中心気圧は955ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は秒速40メートルに修正されており、これは強い勢力である。 速報値の段階では1993年の台風13号以来23年ぶりに非常に強い勢力で上陸したと報道されていたが、事後解析の値では常述の通り強い勢力での上陸となっており、23年ぶりの非常に強い勢力での上陸は取り消されることとなった。201617.20ワットヘレン9月20日に中区諸島で発生した。 低気圧 96W が次第に発達。合同台風警報センターは21日に熱帯低気圧形成警報を発した。気象庁では21日に熱帯低気圧へと成長したとしている。精神した 96W は23日9時にマリアナ諸島の北緯15度40分、統計140度05分で台風になり、アジア名名義と命名された。十七号は、 次第に勢力を強めながら北西方向に進み、25日3時には強い台風へと成長。現地時間24日17時にフィリピンの監視領域に達したため、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ヘレンを命名した。沖縄の南の海上に進んだ17号は25日21時に大型の台風に、27日9時には非常に強い勢力へと成長。 与那国島で最大瞬間風速52.8メートルを観測するなど、先島諸島の各地で暴風となった。17号は27日昼過ぎに、台湾東部のカレン県カレン市に上陸し、死者4名のほか大きな被害を出した後、28日未明に、福建省泉州市に再上陸して、死者1名、7万人余りが被災した。17号は28日21時に、 カナの北緯25度、統計116度で熱帯低気圧に変わった。台湾などを中心に大きな被害を出した。この台風による死者の数は合計で52人となった。20万 1618.21W イグメ9月26日にウェイク島の西の海上で発生した低気圧 98W が次第に発達。合同台風警報センターは同日に 熱帯低気圧形成警報を発した。気象庁は同日の段階で熱帯低気圧として観測を開始。熱帯低気圧は28日3時にトラック諸島近海の北緯14度35分、統計150度05分で台風となったと発表されたが、事後解析で29日15時に発生したと修正された。アジア名、茶葉と命名。 18号は10月1日午前にフィリピンの監視領域に達し、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名イグメと命名された。18号は1日21時にはフィリピンの東の海上を北西に進みながら強い勢力となり、2日く時には非常に強い台風となり、3日15時には久米島の南で北北西に進みながら915ヘクトパスカルの 猛烈な勢力に発達。18時には中心気圧905ヘクトパスカルに達し、19時には沖縄本島地方に大雨、暴風、波浪、高潮の特別警報が発表された。4日以降、18号は東、シナ海を北進しながら若干勢力を弱めたが、震度を東寄りに変えて5日未明に韓国、チェジュ島を直撃。 台風は同日正午頃には、富山を直撃し、陸地まで押し寄せた波と大雨の影響で、市内は冠水。5日夕方までに、韓国本土を含めて、死者5名、行方不明者1名などとなっている。また、長崎県津島市伊豆原で10月の観測史上1位の最大瞬間風速秒速39.2メートルを観測した。その後台風は、 山陰地方などに暴風雨をもたらしながら日本海を通信し5日21時に佐渡島の西の北伊38度、東計137度で温帯低気圧に変わった20万 1619.22W ジュリアン10月3日にグアム島の西の海上で発生した低気圧 99W が精神しながら次第に発達フィリピン大気地球物理天文局は 現地時間5日5時にフィリピン名ジュリアンと命名した。熱帯低気圧は6日3時にバシー海峡の北緯19度55分、統計122度40分で台風となり、アジアメアイデーと命名された。台風は南シナ海に進んでから少し複雑な動きを見せた、後、東角時に北緯22度、統計118度で熱帯低気圧に変わった。 熱帯低気圧に変わってからは、南シナ海を南下し、12日に低圧部に降格したが、翌日13日に再び熱帯低気圧に昇格した。一時台風として復活する可能性が示唆されていたが、ベトナムに上陸して勢力を弱めた。20万 1620.23w10 月4日、ウェイク島近海で発生した低気圧に対して、 低気圧番号 94C が割り当てられ、8日には、合同台風警報センターが、熱帯低気圧番号 23W を割り当てた。23W は8日21時に、南鳥島近海の北緯19度50分、統計154度25分で台風となり、アジア名、ソングダーと命名された。台風は十三日十五時に北緯四十度、統計七十一度で、 温帯低気圧に変わった。温帯低気圧に変わった後消滅することなく16日午前にはアメリカカナダ国境付近の西海岸まで到達した。20万 1621.24W カレン台風による作物被害10月8日頃に形成が始まった低圧部 93W が12日3時にフィリピンの東で熱帯低気圧となり、 合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 24W を付与。フィリピン大気地球物理天文局は現地時間13日5時にフィリピン名カレンと命名した。24W は13日21時にフィリピンの東で台風となりアジア名サリカーと命名された。16日3時30分頃にフィリピンアウロラ州のシュートバレルから上陸した。その後、 中国に再上陸し、19日21時頃に、カナンで熱帯低気圧に変わった。なお、この台風のアジア名、サリカーは、この台風限りで、使用中止となり、時順からはトローセスというアジア名が使用されることになった。さらにこの台風のフィリピン名、カレンも、同様に、この台風限りで、使用中止となり、 時順からは、クリスティーンというフィリピン名が使用されることになった。20万 1622.25W、ダウィン10月14日、カロリン諸島近海で発生し、合同台風警報センターは、同日に熱帯低気圧形成警報を発した。15日に番号 25W を付与された熱帯低気圧は、同日9時にカロリン諸島近海で台風となり、アジア名、 ハイマーと命名。フィリピン大気地球物理天文局は現地時間17日17時にフィリピン名ラウィンと命名した。22号はフィリピンの東海上を西北西に進み、19日15時に大型で猛烈な台風となった。その後、中国に上陸し、22日3時頃に渦中で熱帯低気圧に変わった。この年に発生した台風の中で、 最低気圧が900ヘクトパスカル以下となったものは台風1号と台風14号に続き3個目であるが最低気圧が900ヘクトパスカル以下の台風が1年で3個以上発生したのは1983年以来33年ぶりであったこの台風はフィリピンや中国などに被害をもたらし合計で19人の死者を出したなおこの台風のアジア名ハイマーは この台風限りで使用中止となり、自順からはムーランというアジア名が使用されることになった。さらにこの台風のフィリピン名ラウィンも同様に、この台風限りで使用中止となり、自順からはリオンというフィリピン名が使用されることになった。201623.26w10 月30日にグアム島の南で発生した。 低気圧 90W が次第に発達。合同台風警報センターは11月2日に熱帯低気圧形成警報を発し、3日6時に熱帯低気圧番号 26W を割り当てた。26W は3日9時にフィリピンの東の北位13.3度、統計137.3度で台風となり、アジア名メアリーと命名された。当初西寄りの震度を取ったが、 3日以降はマリアナ諸島の西の海上を北東寄りに進み6日には小笠原諸島近海に接近7日15時に小笠原近海の北十28.3度統計147.5度で温帯低気圧に変わった20万 1624.27w11 月8日にグアム島の東のクエゼリン干渉付近で発生した 低気圧 95W が西に進みながら次第に発達。合同台風警報センターは9日12時に熱帯低気圧形成警報を発し、当0時に熱帯低気圧番号 27W を割り当てた。27W は同日9時に南鳥島近海の北緯16.9度、東経156.9度で台風となり、アジア名、マーゴンと命名された。 しかし台風はほとんど発達せず、12日9時には、小笠原諸島近海の北緯20.8度、東経145.5度で、熱帯低気圧になった。20万1625.29ワットマルセ11月22日に、パラオの東南東の海上で発生した、低気圧 98W が西に進みながら、次第に発達。フィリピンの東の海上に接近した。 低気圧に対してフィリピン大気地球物理天文局は、現地時間23日17時に、フィリピン名マルセと命名。気象庁は24日9時以降、熱帯低気圧として、観測を開始。合同台風警報センターは24日12時30分に、熱帯低気圧形成警報を発して、熱帯低気圧番号 29W を割り当てた。 29W は25日21時に、スールー海の北緯11.7度、統計120.7度で台風となり、アジアメイトカゲと命名された。スールー海を精神した後南シナ海を北上した台風は28日9時に、北緯17.1度、統計118.7度で、熱帯低気圧になった。二十万二十六点三零ワットに、な1月二十日に、 グアム島の南で発生した低気圧 92W が西に進みながら急速に発達。合同台風警報センターは21日21時に熱帯低気圧番号 30W を割り当てた。30W は22日3時にカロリン諸島近海の北緯7度35分、統計140度05分で台風となり、アジア名の区点と命名された。 精神した26号は23日にフィリピンの監視領域に達し、フィリピン大気地球物理天文局は、現地時間23日5時にフィリピン名にナと命名した。23日15時からの24時間で、中心気圧が55ヘクトパスカル低下して、中心気圧915ヘクトパスカルの非常に強い、勢力となった26号は、現地時間25日18時30分に、 カタンデュアネス島に上陸。フィリピンを横断し、28日3時に南シナ海で熱帯低気圧に変わった。12月旬の台風が中心気圧915ヘクトパスカルにまで発達したのは2001年の台風25号以来15年ぶりであった。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番はアジア名ダムレイが1とされている。またフィリピン名は 熱帯低気圧が監視エリアに入ったとき、フィリピン大気地球物理天文局が命名するものである。熱帯低気圧番号は、合同台風警報センターが熱帯低気圧と認めたものに付与し、同期間をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も平気。また、 熱帯低気圧番号がない場合も、気象庁が熱帯低気圧としたものを、以下、単に TD と示す。5月25日に、海南島の東の海上の南シナ海で形成が、始まった熱帯上乱 90W が急速に成長したため、合同台風警報センターは25日21時に、熱帯低気圧形成警報を発令。気象庁は、 日本時間26日朝までに熱帯低気圧に成長したとみなして観測を開始した。熱帯低気圧は南シナ海を北西に進んだため香港天文台はシグナルナンバーワンを発した。熱帯低気圧は27日夕方に中国、関東省の日、甲子付近から上陸した後、弱体化して28日に消滅した。なお、 JTWC の事後解析で熱帯低気圧の基準を満たしていることが判明したため熱帯低気圧番号 01W が割り当てられた。6月23日15時に南シナ海で発生した熱帯低気圧について気象庁は台風になる可能性があるとして観測を始めた。しかし南シナ海でほぼ停滞していた熱帯低気圧は勢力を強めることはなく、 25日21時に気象庁は台風への発達の可能性を示さなくなり、6時間後の26日3時に低圧部となった。6月23日にパラオ近海で形成が始まった大気変動について合同台風警報センターは監視を開始し、気象庁も24日9時には低気圧へと成長したとして観測を開始。 低気圧には25日に低気圧番号 97W が割り振られた。97W はフィリピンに接近しながら次第に勢力を強め、JTWC は26日9時に都市 F を発し、気象庁も同時刻に熱帯低気圧に格上げした。フィリピン大気地球物理天文局は現地時間の同日11時30分にフィリピン名アンボと命名して、 監視を開始17時にはルソン島の各地に対してシグナル1を発令した。熱帯低気圧は26日夜にルソン島に上陸した後南シナ海へと抜け、パガサは上陸後に低気圧へと弱体化したとして27日2時に観測を終了。気象庁では27日21時まで観測を継続していた。熱帯低気圧は20ノットほどの速度で、 南シナ海を進み、28日9時頃に、カナ南に上陸した後、同日夜に消滅した。7月10日に、カロリン諸島近海で形成が始まった 91W は7月14日21時に、気象庁は低圧部として観測が開始した。7月15日9時に低圧部が発達したとみられ、熱帯低気圧に昇格したが、翌日9時には、 低圧部に降格となった。この低圧部はフィリピンの東を北西に進みながら17日9時には再び熱帯低気圧に昇格。同日13時に合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発令17日19時に熱帯低気圧番号 03W を割り当てたが成長する可能性が低いとして18日0時には 情報提供を終了した。その後熱帯低気圧は18日頃沖縄に接近後、20日頃、九州南部に接近し、局地的な大雨をもたらした。また、熱帯低気圧の影響は台湾にも及んだ。そして同日21時、熱帯低気圧は消滅した。7月28日3時、沖縄の東海上で発生した。しかし熱帯低気圧は、 非常に弱く、ほとんど発達は見られず、同日9時には消滅している。7月28日21時、マリアナ諸島の北で発生した。29日9時には、低圧部に降格し、同日15時には、不明瞭になり、天気図上から消えた。8月6日18時、沖縄の南で発生し、東、シナ海を北精神した。8月1日9時、 沖縄の南で発生して台湾方面へ精神した。8月13日3時台湾近海で発生した。8月16日9時トンキン湾で発生した。同日21時に消滅した。8月21日にグアム島の南東海上で発生した低気圧 90W が次第に発達。 合同台風警報センターは23日15時に熱帯低気圧番号 14W を割り当てて警戒を開始したが25日9時に消滅した。8月23日頃に南シナ海で発生した低圧部が24日15時に熱帯低気圧に昇格するも同日21時に消滅した。月日時 t d w の北で発生し、 同日21時に消滅した。8月25日から26日にかけて、南シナ海に存在していた低圧部が25日15時に一時的に熱帯低気圧として解析された。8月27日9時、南シナ海で発生し、同日21時に消滅した。8月30日9時、日本のはるか東海上で発生。 31日15時に停滞前線に吸収され、温帯低気圧に変わった。9月10日、日本の東で形成が始まった上乱について、合同台風警報センターは、熱帯低気圧形成警報を発し、監視を開始。11日12時には、熱帯低気圧になったとして、熱帯番号 17W を付与したが、気象庁はこれを熱帯低気圧ではなく、 普通の低気圧としていた。12日3時に停滞前線に吸収され、不明瞭になった。なお、事後解析済みの天気図では、熱帯低気圧に修正された。中央太平洋で発生した、熱帯上乱 95C が10月15日21時、日付変更線を越えて、気象庁の監視エリアに入ったが、翌日9時に、天気図から消滅した。 10月26日頃に日付変更線付近で形成した熱帯情覧99ワットについて気象庁は11月1日9時にマリアナ諸島の東で低圧部から熱帯低気圧に昇格した11月3日9時南シナ海で発生した11月10日マーシャル諸島で形成が始まった熱帯上乱が発達して11日9時には合同台風警報センターが 熱帯低気圧番号 28W を割り当てた。南シナ海で発生した低圧部について、気象庁は12月10日に低圧部から熱帯低気圧に昇格したが、あまり発達せず、13日にベトナム上陸した後低圧部に弱体化された。12月27日、カロリン諸島で発生したが、発達せずに消滅した。ありがとうございます。